ここが90度とかね、ここ。ここ、はい。ここの。だけど、はい、厚みを考えるけど、はい、とりあえずさっきのこのぐらいのスライス幅で取ってんだよ最初の、はいね、だからこれをあのこれをガイド、はい、この束、はい、うん、これをガイドね、そう、一番下の束も、とりあえずここを目指すんじゃなくて、はい、つもちょっと上ね、とりあえずこの1センチぐらいの束としての一番上を目指す、はい、あじゃない、逃がしすぎじゃない？長かったです。だから自分がどういうふあのライガイドラインをさ切る前のラインをどこにイメージできてないと逃がしすぎてるね、それ、はい、まあ、別に逃がして、そしたらその輪切りにして同じように、そこのパネルもしたらその輪切りにして同じように、そこのパネルも全部90度、ここが90度ってことね、ここ、ここ、はい、ここの、はい、串をこねらずにやる、はい、そうそう、串をこう入れたら、はい、この頭皮に対して串がこう入るでしょ、はい、こう入ってそのまま抜ける、はい、こういうふうに反らせない、はい、後ろに引いてあるからね、これだと、はい、こうやって反らせないようにする、はい、頭皮にこう入ったら、はい、そのまままっすぐ頭皮に対してこうやって串が抜けるように、はい、そのままトライ、はい、真ん中に引いてないよね、でかつこっちに引いてる今、うん、こっちに引いててからセンターラインのガイドを作ってるから、はい、まっすぐ下に飛んでいいっすね、はい、これ真ん中が長く残っちゃうからね、こうやって引いてんじゃん、いつもこねる癖があるからまっすぐ引かないと、はい、で下のアウトラインの、まあ、1センチぐらいの厚みをちょっと残しますってなった時にこのここじゃなくてここね、わかる？ここが一番下の本当の真下、はい、で残した厚みでこれ、はい、ここがガイド、これがガイド、はい、ここに繋いでいく、これを引き出す時もこう入れてまっすぐそのまま頭皮まっすぐ、そうするとこうあれだから、これをだんだんそうやりづらくなってきたら体の位置を入れ替えたりとか、後ろに引き気味にならないようにね、今から切ろうとするパネルの真上に持ってくるように、はい、